ございます。本日はですね、月に1回のお楽しみオンラインサロンの飲み会です。今回はですね、京都で開催っていうことで、京都の方が店取ってくれてるのでそこに行きたいなと思うんですが、今日は珍しく最近雨ばっかりやったんですけど、今日は晴れましていい天気で向かっております。飲み会がですね、今日は6時から開催なんで、今が4時ぐらいですが、まあそれに向けて向かって行っております。で、終わってからは今日はゲストハウス予約してるので、ゲストハウスに泊まります。一応、服はノースエースの方がいいかなと思って、ノースのシャツに、こんなに日が照ってるのにジョンブルのパンツに、あとはスニーカーはバンズと N ハリウッドのコラボっていう感じですが、パンツはやっぱアウトラストすごくて全然暑くなくていけるなと思って、で本当はハーフパンツ行くつもりだったんですが、明日に京都一泊泊まって、明日美容室行くので、半ズボンはちょっと海すぎるなと思って長ズボンにしたっていう感じです。なので今からは、サロンの飲み会に行ってきます。京都の河原町に行きます。はい、それでは河原町到着しました。今がですね、5時20分で6時から飲み会なんで、ちょっと早いんですが、もう先に向かいたいなと思います。いつも遅刻ばっかりしてるので。久々、2ヶ月ぶりの京都です。まあでもサロンの飲み会が楽しみですね。久々、2ヶ月ぶり、3ヶ月ぶりの人もいてるんで、初めての人もいてるんで、会いに行きます。さすが京都ですね。スーパーですがしゃれてる。今からはですね、ちょっとやっぱ時間10分15分ぐらい時間あるので、僕はあんまりこういう前もって着くこと珍しいんで、どういう風に時間を潰していいかわからなくて、ちょっと立ち飲みでも近くのとこパッと一杯だけ飲んで、でそこから合流しようかなと思うので、立ち飲みをその辺で見つけて入りたいなと思います。なんかですね、ふらふら回ってるんですが、あんまり良さそうなところがなくて、もしかしたらもうこのまま、お店行くかもしれません。なので立ち飲みで探してるんですけど、なんか立ち飲みってなるとあんまりないんかなっていう感じですかね。しゃれてるな、ここいいですね。ちょっと行きましょう。すごい、一人で。はい、それでは行ってきました。なんかプロ野球大好きマスターみたいな感じの人やって、なんか南海ホークスが好きらしいので、お好きな方はぜひ行ってみてください。なんか南海ホークスファン以外も全然来てくださいって言ってはったんで、興味ある人は行ってください。いやでも飲み会前にちょっと早めに着いて、立ち飲み屋で一杯かますって、立ち飲み屋じゃなかったですけど、なんかいいですよね。大人のおっさんっていう感じがして、今日の飲み会終わって、そのゲストハウス泊まるのが10時までにチェックインしないとダメなんで、だいたい9時にはゲストハウスに向かわないと多分間に合わないんで、9時ぐらいにはもう退席するっていう感じになると思います。で、今日の店がもうすぐそこなんですが、また予約してくれた人がめちゃくちゃグルメな人で、めっちゃおしゃれなとこ撮ってくれとって、ちょうど10分前ですね。いや今日は遅刻せんとついてよかったです。いつも遅刻してたら申し訳ないんで。あ、これや、しゃれてますね。こちらです。ここで、予約してもらってるみたいなんで行ってきます。場所は四条駅の近くです。はい、それでは中に入ってですね、もう一人の方いてはるんですけど、もう二人だけでしっぽり今先始めます。ちなみに突き出しはこんな感じらしいです。では先に乾杯します。OK です。はい、それではですね、オンラインサロン飲み会行ってきました。で、ただいまがですね、10時なんで、チェックインの時間がもう過ぎちゃって、で、ほんまは10時までなんですけど、電話したら11時までいいですよって言われたんで、今はぼっちら歩いてるんですけど、また今日もですね、素晴らしいメンバーに出会えて、
で良かったです。まあ、その中にあのヴィンテージがめっちゃ好きな人がいてて、まあ、この飲み会の前に一回古着屋行って子供のコンバース買いに行った人がいてたみたいで、その動画をどうぞ。これはあの息子さん用のコンバースらしいです。何センチですか？ 18.5 です。あと3年待たなダメです。これ奥さんに秘密ですね。秘密です、はい、だから誰かは言いません。はい、はい、という感じなんで、今からはまずゲストハウスに向かいたいなと思います。今日はどんな出会いがあるのか楽しみですが、いやだいぶ近くまで来たんですけど、結構この辺民宿が多くてライトが少ないんでちょっと怖い雰囲気はありますが、あの向かってます。どんな宿なんやろうみたいな。ちなみに僕歩いてるのはこんな感じです。どうぞ。ですね、おそらく多分着いたと思うんですが、ここなんでしょうか。普通のハイツみたいな、ほんまに合ってるんかとか分かりませんが、とりあえずちょっと突撃しようかなと思います。それでは到着しました。今チェックインしててですね、あの台湾の管理人の人です。お名前なんでしたっけ？はい、レイ。レイさん、はい、大丈夫ですか？レイさんです。はい、みんなこんにちは。よろしくお願いします。ですね、今ですねゲストハウスに入ってですね、2人のアメリカ人の人と出会いました。年は若いですか？年、うん、年齢、エイジ、エイジ、うん、私は18です。18歳。18イケメンです。じゃあこんにちは。私はアメリカ人。今からはちょっと知り合いのバーに行って、でもチェックインはもうしたんで、あとはもう何時に帰ってもいいので、あのロック番号も教えてもらったんでいつでも帰れるので、ちょっとバーに行きたいなと思います。宗谷に行きます。はい、それでですね、無事飲みに行ってきました。で真っ暗やと思うんですけど、ただいまが1時5分っていう感じで、明日尾瀬さんのとこ行くのが10時からなんで、せめて9時には起きやなあかんので、もうちょっと今からは帰ってすぐシャワー浴びて寝たいなと思います。ではですね、ここで終了したいなと思いますので、見てもらってありがとうございました。